Stop it. Get some help. この原神界隈では今大カードゲームブームじゃないですか。ただ僕本当にカードゲームとかめちゃくちゃ苦手というか、なんか頭脳系のゲームとかすごい増えてて、ちょっとこうなんだろう、無駄にこうラウンドというかフェーズを消費して戦っちゃったりとか、あ、もうちょっとこううまくその何手札とかを使えばあと1フェーズ少なくして戦って勝てたんじゃないかなとか、いろいろ反省残るんですけど、多分これは前の先生が絶対に得意とするところなんじゃないかなって思います。強そう、前の先生は。わかんないけど、小賀ちゃんはなんか弱そう多分僕と同じくらいのあれなんじゃないかなと思ってるんですけれどもね、まあ、ゲストさんに登場していただきましょう。この方です。はい、皆さんこんばんは、レイラ役の富田美優です。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。キャラクター紹介 PV があるようなので、こちら視聴していきたいと思います。どうぞ。音楽も夢見心地な。そうですね、たとえ見上げなくても星空は永遠に私たちを見つめている。後ろの髪結構こんなロールというかくるんくるんなんです、なってたんですね毛量が。どうしてレポートと論文の先がこんなに見えないの。おかしいよ。かわいい。かわいいですね。おっとりしててちょっとドジっ子成分もあるのかなと思いきや、ちゃんと戦うっていう、なんか割と所作が綺麗なんですよ。そうですね、戦い方もそうですけど、確かにこのなんか球体の中でこう浮くモーションめっちゃ好きなの。綺麗ですよね。綺麗、すごく綺麗。かわいい。呼びかけに応える星たちよ。これね、僕みたいなこうゲームのプレイがあんま上手くない人からすると助かる、あの勝手に敵に攻撃当ててくれるシステムなので。君がここに、私、あ、もちろん無理打ちなの。知ってる口調じゃなかった。あれ今確かにちょっとハキハキ喋っておられましたけども、ハキハキ喋っておられました。これってもしかしてあれおやおやどこまで行っていいのやら。そうですね、はい、この回を配信する前日12月19日が、はい、なんとレイラの誕生日だったそうです。おー、おめでとう。実はですね、はい、この番組、まあ、毎回ってわけではないんですけども、はいはい、誕生日に近い時に、うん、そのキャラを演じてらっしゃる声優さんが来た時、なんかこうなんとなくこうコメントをなんかこう読んでもらう的な流れが、はい、あのなんでそんな言いづらそうなんですかちょっとあったりするので、よかったな。ゲームのML で公開されてるコメントを、はい、読んでいただきたいなと思ってるんですけど。いや、もうもちろんです。お、本当ですか。もちろんです。お願いしていいですか。もちろん。そしたらちょっとお願いします。はい、じゃあこれ急振りした方がいいのかな。これ緊張するなそれではレイラのゲーム内メールコメントまで3、2、1。もともと今日は担任の先生のところで課題の進捗を報告する予定だったんだけど、誕生日を考慮して先生がわざわざ報告日を伸ばしてくれたんだ。その上一日休むことまで許してくれたの。よかった。これでしばらく手持ちのプロジェクトのことは置いておいて一休みできそう。せっかくの休暇だからオルモス校に行ってみようと思うんだけど、あなたも一緒に来てくれないかな。オルモス校の街をのんびり散歩するのが一番心地いい過ごし方だと思ってるの。そこにお互い心が通じ合える友達がいればなおさらだよ。もし時間があるならすぐにでも落ち合おう。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これ本当に良平さんに読んでいた、タルタリア役の良平さんにも読んでいただくことがあって、はいはい、その時にも同じ現象が起きたんですけど、なんかこうなんだろう、この封印してたこのイニシエのこのなんか声を追ったの声を追ったのなんかうわ本物や感が、はい、ちょ呼び覚まされすぎて舞い戻っちゃいそうにまたちょなりましたけども、堀江さんも本物本物なんですけど、こっち側の人間に、ね、なっちゃったんですけど、はい、いやちょありがとうございました。ありがとうございました。とても素敵なレイラちゃんでした。よかったです。使いこなします
使いこなしてください、はい、富田さんが担当されているレイラといえば寝ながら戦ったりとどこでも寝てしまいますが、うん、富田さんは寝るときにはこれがないと眠れないというものはありますか？私もうどこでも寝れるのがちょっと特技なんです。お、遠征先のホテルとか。遠征先もよくその枕が変わると寝れないみたいな方いらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、もう枕があろうがなかろうがどこでも寝れます。布団があろうがなかろうが、なかろうが、布団がなかろうがもなかろうが寝れます。すごっそれはすごい、本当に寝つき良すぎて。だから環境変わっても全然寝れるしみたいな。騒音とかはどうです？騒音はちょっときついかもしれないんですけど、うん、なんかその寝そべる環境とかは割と変わってもすぐすんで、そうなんだ。僕結構遠征先のホテルとか枕はまあ別に何でもいいんですけど、はいはいはい、そのマットレスがだいたい硬いじゃないですか、ホテルのって。で僕硬いとあんま眠れなくて、すごい何回も寝返り打って打って、はいはい、でまあ結局あんま眠れなかったなみたいなことが多いんですけど、うん、もうそれすらも関係なしに全然平気ですね。羨ましいっすそれはすごい。